さあ、こちらですね、100分の1、ジャイアントゴーグ、フルアクションやな、キットでございまして、これ、なんと、日本サンライズと書いてあるから、まあ、放送直後ぐらいに出してたんでしょうね。メーカーが、コトギア。で、9,500円。たっか9,500円。なんですけどね、安かったから買ってしまいました、これ。ね。ジャイアントゴーグ。あ、この当時まだ、ことぶきや有限会社なんや、みたいな。さておきですけど、これ。開けてみましょう。なんかね、こういうのはね、見たら欲しくなるね。欲しくなる。こんな感じでございます。あ、まあ、キャラクター、ジャイアントゴーグがキャラクターになるのかな。ではね、定評のあるコトブキヤ、ちょっと頭が小さいかな。後ろはこんな感じです。まあ、バンダイ風に言うたらね、これに U はついていませんって言いたいところなんですけどね、実はこれついてるんですよ。ここに、ほら、48番。上に乗せることができるんですよ、頭の上に。ね。ジャイアントゴーグ。パーツこんな感じです。昨日、じっくり時間かけて、中身してもらいまして。やっぱりね、プラモデルがあっても、プラモデルが出ても、このガレージキットの部品やな、パーツをね、これは U やな、これ。100分の1じゃん、まあまあのモールデーで、やっぱりね、ガレージキットの良さは、部品やな、パーツ見て、ちょっと楽しむみたいな。パーツ見て楽しむっていうのは、これがボディやな。で、頭がね、どっかこれにあって、頭。これが頭なのかな？頭。ちょっと縁あたりがね、ちょっと微妙な空気がするんですけどね、顔もね、どっかあったのよ。これ、部品のね、外れがあんまないんで、頭どこやったかな、どっかに頭あったんやで、顔のとこ。どれやったかな、顔パーツ。あ、これが、ゴーグの顔パーツ。見えるかな、ここほら。ゴーグ。な。これは、9500円。もっと安かったけどね。まあ当時のね、プラモデルやな、宝やったか、宝のプラモデルとかなんか中ではね、群を抜いてこっちの方がかっこよかったんじゃないのかな。これがね、ちなみに、なんですけどね、このためにやね、奥から取ってきたのが、これが、ちなみにスーパーミニプラのジャイアントゴーグです。ちょっと汚れてますけどね、これバンダイ製スーパーミニプラって歌ってんのに、年数が経つごとにね、どんどん部品がね硬くなってきてんのよ。これ置いても柔らかいプラスチックやからと思って油断してたらカチカチやねん、もう今。もうそのうち折れてくるっていうのかな。バンダイ恐るべしや、みたいな感じで。今日ちょっとストライクドッグを待っておりましてね。配達中になってまして。その間にちょっと、ガレージキット。ジャイアントゴーグって何なんって言ってね、と思った時に。まあ、冒険するね。
オースタル島やったかな、を冒険するときに、出てきた神の使い神の使いっていうのかな、なんですよこれ。まあキット化されたんがこのゴーグと、マノンタイプやな、2種類だけみたいな、非常に際どい商売をやっておりますけども、これ、見たら欲しくなるで、やっぱりこれね、日本サンライズっていう刻印が売ってあるところから見てもや、はい、これね、はい、ことぶきや、ことぶきや、ええ仕事してるやんて。ことぶき屋のね、ガレージキットってね、意外と外せへんっていうの。ことぶき屋。でね、外すときあんねん。たまに、ことぶき屋も外すときあんねんけど、ことぶき屋でね、ガレージキット、ことぶき屋のガレージキットで、これは外してるやろっていうのは、実はね、ことぶき屋で外したんが、24分の1の、スコープドック、ドックシリーズやな。ことぶき屋の24分の1のスコープドックはきついで。僕もね、1万円以下ぐらいで買ってるけど、当時1万円以下で買ってたけどやで、っていうようなね、出来栄えやねん。ことぶき屋の24分の1は、スコープドック。やっぱりね、ボークスの24見てるやん。ボークスの24見てるから、いやーってなってるところ、最後、リーマン期も出とったんちゃうかな。ことぶき屋。ことぶき屋の24のね、ガレージキット、スコープドックはやばいで。さっき言っといてあげるわ。っていう出来上がりやね。写真見てもね、ちょっと写真でも、ちょっとやばいかなって思わせるところがあるんですけど、実際ね、出来上がったらね、ってなんねん。宝とね、やった宝のを買うんちゃうんかな。2万なんぼするねん。2万なんぼするねん。高いねん。でね、覚えてんのはね、ことぶき屋のスコープドックのね、で、覚えてんのはキリコキュービーやな。キリコキュービーだけがね、すっごくね、よくできてたって記憶はあるわ。ボークスもよくできてんねん。デジンやけどね。うん。で、ジャイアントゴーグもね、これ。いやー、ちょっとことぶき屋はって言いたいとこなんですけどね。パーツサインで見たら意外といけてんで、これ。ちょっとスラッとしたプロポーションやけどね。はい。ということで、数千円払ったガレージキットをね、8分でまとめて終わってしまうみたいな。ハハハ。